さて今日はストレス対処法についてお話ししたいと思っています私がいつも言っている言葉の一つにストレスが一番良くないというのがあります私はストレスがあるということは近い将来心や体を壊すことになると考えていて自分らしく生きられなくなる最大の原因になると思っています もちろんいいストレスまたは適度なストレスは人生を楽しむためや成長に必要なこともありますが今回は私たちを悩ますストレスについてそして私がいかにストレスを回避しているかについてお話ししたいと思っています回避するというのはリスクを避けるという意味です